ここまで来たらもうヘマはできないぜ。皆さんしっかり判定よろしくお願いします。先攻がシン、後攻がリンタロー、大粒ファイ。対戦相手はリンタロー、かなりいい顔をしてんじゃねえかなって思うけど、ベスト8残るだけで俺もかなりいい顔をしてると思うけど、これが満足にはできてねえ。ここで負けて終わってさよならバイバイなんてちょっとつまんで、だからここは勝ちてえと思ってる。だから気持ち込めてお前の言葉、一方俺も言葉を相手に求めてる時点でおかしくないか、まず自分から吐け。まず一気にそれはすぐこのバースに込めた俺がパッパか。俺はあんたと会話する気はなし、俺はキャッ盛り上げれる人分だぜ。いや上がってくれよ、それ分かってくれ。古いね、お前に何か求めて対戦相手目の前にいると思ったけどよ、お前会長が対戦相手だったら別にもうロッキー。今日ここに会場のロッキーできたら最高ハッピーだよ。お前に送ることはこれだけ、対戦相手は俺じゃねえのかな。対戦相手君じゃねえ、今日ら客すべて俺が巻き込んでくから、何かになるスリーパースリーパー、君しんちゃんけくれひょうしんちゃんみたいな感じ。クセモノシンガーって僕のことにわかるから、まずはライブで頭なんとかしてくれ、言い解けるまで僕の声を聞け。会場は温まってますね、しっかり判定お願いしますよ。先攻シンが勝ったと思う人、高校凛太郎が勝ったと思う人、これは高校凛太郎ですかね。高校凛太郎の勝利です。ありがとうございました。ナイスバトル。